午後のゲリラ雷雨情報をお伝えします。まずはいただいているリポートを見ていきましょう。こちら福岡県の粕屋郡の方からですが、よく晴れてますが少しもくもくとした雲も目立つということで、この後も雨の可能性などありそうですね。そうですね、はい、はい、空の青さが際立ってますので、うん、はい、上空は空気乾いてるんですね、うん、そこに地上の方からもくもくした雲が、うん、上の方に湿った空気を送り出しているといった、はい、そんな状況ですね、はい、では天気の報告、全国の方からのいただいているものも見ていきましょう。オレンジ色の晴れているところも多いですが、ところどころで雨も降っているようですね、はい、そうですね、はい、九州なんかね、先ほどリポートいただいたところ、うん、晴れているところがあるんですけども、はい、レーダーエコーを重ねてみると、まあ、雨雲がもう見えているといった状況になってますので、はい、まあ、この後晴れているところのすぐ隣では雷雲が発達するというような、うん、そんな状況が予想されます、はい、では雷雨の発生確率も見ていきましょう。一部では赤色の高いというところもあるようですね、はい、そうですね、はい、西から見ていきますと、うん、九州方面は広範囲に、まあ、この後ね、もくもくした雲というのが発達してきます、はい、で特に熊本のあたりですね、はい、強い雲ができる可能性があります、はい、そして範囲は狭いんですけども、富山とそれから、まあ、新潟の県境あたり、まあ、ここにありますけども、はい、この上空、本州中部上空冷たい空気がありますので、今どんどん気温が上がってます、はい、温度差が大きくなる、そうすると雷雲が発生発達するといったところですね、はい、同じような状況というのは東北の山沿いにも見られるというふうに考えていただければと思います。はい、分かりました。この後大気の状態不安定となって、晴れているところでも雨が降る恐れがあります。天気の変化お気をつけください。